回リメイクしてほしいって頑張って垢抜けたのに、まあいいや、オッケー。チャンネル登録まだの人は登録ボタンポチッとよろしくね。まずはとにかくカバー力が高いファンデを鬼塗り、さらにパウダーをこれでもかってぐらい重ねて仮面のようなのっぺりベースを作る。眉毛は濃すぎ太すぎ垂れすぎの3拍子、眉尻がボサッと太いとより赤いにするよ。アイシャドウを何の情緒もなくベタ塗りし、何の情緒もなくラメをギラギラに。アイラインはとにかく黒でくっきり太く、目尻を太く丸くするのが大事な赤いリポイント。1ミリも馴染んでない石灰ラインも忘れずに、ぐちゃっとまつ毛を上げたら雑にマスカラを塗る。強烈な存在感を放つ赤いリアイの出来上がり。ノーズシャドウを入れすぎて鼻を悪目立ちさせたら、可愛いピンクのチークをたっぷり丸く塗る。最後にリップをガーッと塗って、よくわからままに指でこねくり回したら、これがこう、たっぷり赤入りました。初めてメイクした大学1年生って感じ。こういう子が数年後垢抜けて大変身するんだよね。なんか最高にモサいんだけど。赤いリメイク、あーもう赤しか入ってねえわ。赤しか。これでデート行ける？ファルコ行こう一緒に。洋服俺が選んで垢抜けさせてあげるわ。お願いします。あーいいですよ。じゃあまずメイクは垢抜けたやつに直して。結局ダメなんじゃん。え？